すする TV。 ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はとある企画を思いつきまして、早速実行に移してみようということでこちらです。ドン。 JR 中野駅から徒歩1分のところにありますダイモンさんにお邪魔してます。そして今回の企画はズバリ、食べログ 3.0 から 3.3 までのお店に行ってみようという企画です。よく言われてることなんですけど、食べログは 3.5 以上の点数がついてるお店はまあ安心して食べられるんじゃないかと僕は思ってます。なのですが、クロートの方は3.0 から 3.3 あたりに眠ってる名店を掘り起こすってこともやってるみたいで、こちらダイモンさんはちょうど食べログの評価が 3.3 なんですよ。友達からのまあまあうまいという情報もあり、さらに僕自身がね、あの函館の塩ラーメンがすごく好きということもあって、気になってるお店でもあったので、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあダイモンさん、わかりやすい食系さです。すするは卵入り塩そばに気になってしまったダイモン飯をプシュー。このダイモン飯はこちらの3種類から選べて、塩辛が苦手なすするは酒しらす飯でお願いしました。ラーメン屋発掘企画、そういえば発掘あるある大事典ってなんで終わったんだっけなーなんて思い返しながら落ち着く店内で待ってるとー。おう来ました、こちらがダイモンさんの卵入り塩そばです。クイーン。シンプルながら塩ラーメンらしい爽やかさも感じる見た目に、心のダイモンも開きっぱなしだぞってことで、いただきます。まずはスープから一口。普通にうまい。しつこさがなく、クリアな味わいのスープは昆布のうまみも感じられて塩の幽冥状態。後味もすっきりでいいですなってことで、麺の方もいってみましょう。この黄色みがかった卵麺を 3.3 すすろう。ちょーん。コシのある麺は昆布などの旨味と塩分が効いたスープにしっかりハマっていて、お互いの良さを感じやすい仕上がりで微笑んでくれて、どうもありがとうって感じです。強い人も弱い人もすすりやすいでしょう。ということで、みずみずしさが嬉しい青菜やコリコリメンマなどのシンプルでありながら、この麺とスープの辛みを邪魔しない一歩引いたトッピングに美学を感じながら、どんどんすすっていき、一口で贅沢にチャーシューを食らった勢いで大門飯の方に手が伸びてしまったなら、あれこれうまいかもと、塩分の効いた鮭と臭みのないしらすでご飯が進む100円とは思えないクオリティに感動して、ご飯ご飯スープスープご飯ご飯スープとレンゲがロマンティックモードに入ったところで、嫌味がないので最後までスルスルっとすすれちゃうよねってことで、本日もあっという間に完食です。大変美味しくすすれました。シンプルながらいつでもすすれる激戦区中野で生き残っているのも納得な一杯でした。それではごすすめ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ダイモンさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。やはり激戦区中野で生き残ってるだけある、シンプルな味わいながらもしっかりと美味しい塩ラーメンでしたね。値段も安めで、ノーマルのラーメンが700円切るっていうのは都内ではなかなかないことなので、企業努力がひしひしと伝わってきますよね。丼も100円なのにご飯も具もたっぷり入っててすごく良かったです。今回は初の試みで食べログ 3.3 チャレンジしてみたんですけども、個人的にはうまくいったなと思いました。今後もね、ちょっと気が向いた時にやってみようと思うので、ぜひ皆さんもご近所の食べログ 3.3 のお店を探して行ってみてください。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ダイモンさん、百聞は一すすりにしかずや、間違いない。